こよみよこよみ。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日のこよみ言うていこか。六曜は専務、何事も控えめに。午前は今日で、午後は吉。今日の干支は日の戸牛。日の戸が影の日で、牛が影の土やさかいに、音陽五行の流れは物が燃えて土となるいうことで、創生、物事が順調に進むいうけや。まあざっくり暦の注釈言わせてもうたけんのも、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたね。